こんにちは、ボティです。僕は1月末で会社を辞めました。2月からは動画フリーランスとして活動していきます。まずは前の会社でお世話になった方々に感謝を伝えさせていただきます。人として未熟だった自分をここまで成長させてくださり、本当にありがとうございました。特にチームリーダーや先輩、同期にはとても助けられました。心から感謝しています。ここからは自分がこれからやりたいと思っていることについて話していきます。僕は大学4年生の時に生き生き働く人を増やすということを自分のミッションとして決めました。そして社会人生活を送る中でこのミッションに従って自分がやりたいことが2つ明確になりました。1つ目は数秘を通して人の個性や人生を可視化して多くの人が個性を生かして働けるようにすることです。数秘とは生年月日や名前から数字を出して人の個性や人生の道筋を見ることができるというものです。以前 P さんの数秘を見させていただいたことがあるんですけれども、こんな感じで絵を描いて人の個性や人生を可視化することができます。2つ目は学生と生き生き働く社会人が出会える機会を作って価値観の変化を与えることです。自分自身が大学1年生の時は無知で何も分からず、将来に対して漠然と不安を感じて生きていました。でもいろんな人との出会いや経験を通して価値観が変化し、将来に対しての不安がだんだんとなくなっていきました。今度は僕がそのような機会を作る側になっていきたいと思っています。以上2つが自分がこれからやりたいと思っていることなんですけれども、これをやっていくためには自分がもっと自由に動けるようにならないといけないなと思いました。なのでまずは動画フリーランスとして生活できるようになっていきたいと思っています。最初は経済的な安定がなくなり困難なことも多いとは思いますが、あまり不安は感じていません。退職に至るまで本当にいろんな人を通して導かれている感覚があったし、数秘的にも自分の道を進んでいると感じています。でも結局この選択は自分で正解にするしかないと思っていますので、全力で頑張って結果を出したいと思っています。引き続きこのチャンネルでは水溜りボンドさんとご飯を食べるという夢に向かって活動を続けていきますので、今後も応援してくださると嬉しいです。最後までご視聴ありがとうございました。